こんにちは。私たちです。バー本日はこちら。プラレール、ライト付き、近鉄、名阪特急、火の鳥で、遊んでみたいと思います。新しい名阪特急、火の鳥でございます。もうね、新車両、新しい特急車両は近鉄さんは島風以来ですかね、7年ぶりぐらいの誕生になりますが、またね、随分とカラーリングなんかもね、全く島風とは違った雰囲気で、早速開けてみましょう。落ち着いて、落ち着いて、皆さん、で今回ライト付きですよ。落ち着いて、分かってらっしゃる。なんかあれみたい、ロマンスターみたい。あー、確かに。ちょっと GSE っぽい感じもするね。でもさ、なんか随分とこう落ち着いたね、ワインレッドというか、なかなか大人な感じの。で、見たこれ、火の鳥の。あ、ロゴがありました。なんか随分と、天井がね、シンプルですね。このね、特に。あの先頭車と後尾車両はママ、ね、今回これ、あ、すごいライト付きなんだけど、ここかしら、ここだよね。ママ、ここがライトになる。ママ、これちょっと楽しみだね。ママ、これ、うん、本当に前後がすごくつるってかっこいい。いいじゃない。オッケー。ボーイ、どうですか、ちょっと見せて。火の鳥ロゴがね、入ってますね。テールライトがついてるよね、後ろの方はね、いいじゃない、いいじゃない。さあ、ということで早速レイアウトを組んで走らせてみたいと思います。やったー。さあ、レイアウトが完成しました。で、うん、ここがバス停。バス停ここいい。まあ、あのね、なんとなくイメージして、まあ、ここが、そう、何駅これ、ママ、これ大和西大寺ね。ママ、ここ、ポイントがすごいとこ。時の方が京都方面からこう来るイメージ。あっちが名古屋。こっち、こっちは奈良だね。こっちは奈良で、こっちが名古屋だね。ここいいやつ、車庫ね。で、地区がいるあたりが一応、まあ大阪なね、イメージで。ここ見て、車庫にさ、いろいろ泊まってるよ。地区何？ボテダモテ、ビスタタと、あとそっちも島風。あ、本当、ここにも島風が一番いいかも。と、アパルのレッツ、レッツとと、今回の火の鳥。ね、ママ、これ。まもなく電車が発車します。あ、ここ見て、信号。信号がちゃんとありますよ。待ってね。口入ってないの、まあいいや。あ、出てきた、出てきた。3、2、電車が参ります。危ないので、黄色い線の内側に下がって、危ないので、黄色い線の内側に下がって、ポイ、うん、チ、ここに止めたらいいんじゃない。いいね、またいいね、並んでる。
なく車庫に帰ります。あれもう帰っちゃう。まもなくここね。わーわー、すごい。ポイント大丈夫。なんか向こうでやってますよ。どこに入るんですか。バス。あ、遅いの子になった。あ、ほら、電車とかの問題じゃないの。だよ、ここ。あ、くぐりにしてるの。あら、あら、駅が近いから。おっと、危ない。ね、見て、ここ赤。赤になってた。遅い。いいよ。はい。スピードだ、遅い。いらっしゃい。わ、あっちは速い。あっちは速くなった。真っ暗。あ、でもすごい、これ。もう引っ張るけど、これ分かるかね、動画で。すごい、夜って感じ。夜中みたい。うん。どうも。新型。どうも。ライト付きで、火の鳥かなり注目されている車両でね、車内もすごいですけど、見た目もかっこいいので、ぜひ皆さんもプラレール遊んでみてはいかがでしょうか。